ミラクルギフトパレードの様子ミラクルギフトパレードはサンリオピューロランドのピューロビレッジで2015年12月5日より公演しているレギュラーパレードショーである。略してミラギフトも呼ばれる。フレンドリーカンパニーは伊藤ハム株式会社、株式会社バンダイ、日版、日本製粉株式会社。ピューロビレッジ2回より俯瞰このパレードは サンリオピューロランドの25周年を記念して、ピューロランド館内1階のピューロランドのシンボルである、知恵の木を中心とした、ピューロビレッジにて上演される、奇跡をテーマにしたものである。ゲストは、パレードの音楽やシーンに同期して、色が刻々と変化する三角グッズ、ミラクルハートライトを点灯することで、パレードにおけるイルミネーション演出の一部になり、パレードとの一体感が楽しめるという、 ヒューロランドとして初の体験型イルミネーションを導入した。平日営業日は1回、休日営業日は原則2回上演される。上演時間は約25分。このパレードショーは日本空間デザイン協会が主催する DSA 日本空間デザイン賞2016の E 部門に入選された。なお、サンリオは自社テーマパークへの誘客効果を狙って、 パレードショーの出張公演を地方都市の劇場や、百貨店、ショッピングセンターなどで規模を縮小して上演しているが、ミラクルギフトパレードも、そのダイジェスト版を各地で上演している。キャラクターたちは、パレードのテーマである大切な三つのハート、可愛く、みんなに愛される心、思いやりの心、仲良くする心、そしてピューロランドのアニバーサリーを祝う。 パーティーをイメージしたカラフルなフロート車と共に登場する。当パレードにライブキャラクターとして出演する。サンリオキャラクターを以下に挙げる。柿以外にもパレードの前座として、一押しキャラクターと称される。ライブキャラクターが登場して、パレード会場を周回しながら、パレード参加グッズの販売のお手伝いをする。ライブキャラクターは、当初ハグでたまで固定だったが、2020年現在は、 定期的に変更される。なお、前座ではグデタマも映像のみで登場し、口述する映像ソフトの特典映像の一つである、パレードプレショーにも収録されている。公式サイトのミラクルギフトパレード及びピューロ DE を参照。事前予約と当日券のいずれかの購入方法で、パレードパロパスを購入すると、知恵のキステージ前、または、 大きなスクリーン全頭の優先エリアからパレードを最前列で鑑賞することができる。販売料金は大人、小人とも一席2000円。販売エリアは A ブロックから I ブロックまであり、任意のブロックを指定でき、販売枚数に達すると、そのブロックは販売終了となる。会ブロックのみ一席も用意されている。ブロック内の詳細な場所指定は不可。 当日券は1回フードコート前、特設券売所にて、パレードスタート1時間前まで購入できる。1回の会計で1人1枚のみの販売である。パス購入後の日時変更やキャンセル、及び他人への譲渡は不可。パスの使用時は懸命に記載された集合場所へ、開園時間の10分前までに向かいスタッフにパスを渡す。開催日時が異なるパスは、使用不可。 到着が遅れるなど開演時間を過ぎるとパスは無効となる。2016年10月26日より放映を開始した不国生命のテレビ CM 私、社長になりたい編で冒頭のピューロビレッジ内のシーンでミラクルギフトパレードのコスチュームのハローキティやピューロフェアリーズたちが映像に登場する。2017年11月3日に 埼玉県の PR のため小バトンを団長としたゆる玉応援団がピューロランドに来場しミラクルギフトパレードにも特別出演している。2020年3月10日より YouTube の公式チャンネルであるハローキティチャンネルで無観客のミラクルギフトパレードが配信されていた。新型コロナウイルスの世界的な流行によりピューロランドが臨時休館する中、 外出を控えている人たち向けの緊急企画の一環として実施したものである。サンリオは移動販売型カフェワゴンを所有複数し、全国各地のショッピングセンター等を巡回販売しているが、その中にミラクルギフトパレードをコンセプトにデザインされた車両のミラクルギフトパレード号が存在する。2017年8月19日に新宿高島屋にて、 デビュー販売が行われた。参加グッズ、ミラクルハートライト、ミラクルイッチゴライトを含むマスコットなどのグッズが、ピューロランド内ショップにて販売されている。ミラクルハートライトはカラフルに光る部分が、ハート型で、ワンポイントとして機器があしらわれた持ち手付きのライトである。ライトは点灯させる電源スイッチの他押しボタンがあり、押すことで任意の色を選択して光らせることもできる。 ただしその操作をすると、パレードとの同期が解除されるので、再び同期させたい場合はスイッチを入れ直すこともとの状態に戻せる。光る部分がイチゴの形をしたミラクルイッチゴライトも同様だが、光り方のパターンがミラクルハートライトと異なる。なお、ミラクルギフトパレード以外でも、ミラクルハートライトやミラクルイッチゴライトが使用できるパレードやショーもある。 自宅でもパレードを楽しめるよう DVD およびブルーレイが2016年4月27日よりリリースされピューロランド内ショップたにて発売されている DVD、ブルーレイども日本編と特典映像が収録されたディスクのみの商品に加え DVD とミラクルハートライト、ブルーレイとミラクルイッチゴライトがセットになった商品も販売されている本編ディスクには ノーマルバージョンとミラクルギフトパレードライトバージョンが収録されており、ミラクルギフトパレードライトバージョンで鑑賞すると、ピューロランドで購入した参加グッズ、ミラクルハートライト、ミラクルイッチゴライトが実際のパレードと同様に反応する仕組みになっている。DVD にはマスダセバスチャンがデザイン監修したアウタースリーブが付いている。 また DVD& ブルーレイの特典として、下記の特典映像が収録されている。ありがとうございます。